夢を見ていた。桶狭間での武勇は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、はっ、家康、はっ、光秀、はっ、勝家、はっ、忠勝、はっ、ここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を討ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、なぶり、そして武田のすべてを目から絶やせ。柴田勝家らは今川義元を急襲、撃破した。この一戦で今川は滅亡、織田信長は武名を轟かせ天下布武への道を突き進む。一方、武田家では信玄の子勝頼が動きを活発化、盛んに織田領を脅かした。武田との対決は避けられない、そう判断した信長は戦国最強の武田騎馬軍団を葬らんと軍を発する。三河長篠、この地で時代を変える合戦が始まろうとしていた。最強の軍団、モノノフの誇りとともに行くか。第2話、長篠の戦い。時代よ、この柴田が見定めん。長篠にて古き世は終わりを告げる。その様、しかと目に焼き付けておけ。撃て。おのれ、進め、銃撃の隙をつけ。来たか、滅亡へ。真田の戦、お見せしましょう。鉄砲など武田騎馬軍団の敵ではない。ほら、得して戦え。ふん、それとも俺は泣くだ。不安か。
お見事ですな。おのれ、武田騎馬隊は戦国最強、なぜそこまでできる。であり、鉄砲隊連続戦車、武田を滅せよ。救援、片付けない。勝負、打ち取ったり。ウルの方向、ロメの方向、何とぞ長篠城へ救援を。逃げるか、無益、無駄、そして無名よ。進め、武田を無に帰すのだ。あのあるわしとお見受けいたさ。満足できない。ならば最後、もののふの意地を見せよう。わしが負けるなどありえぬ。勝負、打ち取ったり。
勝敗は決した。今は武田を根から絶やせ。私には生きて貫くべきものがある。もののふの時代は終わるのか。時代が抜け殻なれば。多くの武士が言った。もはや戦に我が血は触るまい。戦国最強と謳われた武田騎馬軍、これはその滅亡の風景か。モノノフの意地、また一つ炎と消えた。